こうなってる時も目が決まって見えるな。 RPG を街中でぶっ放すな。あのぶっ飛ばしてるから、あのぶっ飛ばしてるから、怯えが消えてる。なんかやばい、聖域じゃなくなりつつあるな、セルティン周りが。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはデュラララ10第17話見ていこうと思います。はい、ということで始まりましたデュラララ3期ですね、見ていこうと思います。キーショー10と入りまして、まあ2期の17話、3期の5話っていう感じでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回は僕の推しである静岡だったわけなんですけど、静岡にもついにカップリングができました。バローナアカネちゃんです。静岡の愛の相手は、静岡に愛を注ぐ相手、愛を与える相手というのはバローナ茜ちゃんでした。しかもめちゃめちゃ相性のいい2人っていう感じなのが超いいよね。なんかもうたまんねえなって感じになってしまって、もう静岡、私の将来の夢は静岡のお嫁さんっていう風に思っていたのに、さすがに身を引かざるを得なくなってしまったわっていう感じなんですけど、今回もまたお話が続きまして、まあ青葉くんがね、もうやっぱり黒バイクおよびセルティのこの家に到達したところとか、まあアンリちゃんの動きだったりだとか、いろいろとやっぱりそこら辺も描写してくれるっぽいので、ちょっとどうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて行きましょう。うわー、でもなんかもうすぐ折り返しが近づいてるわけですね。3期も4期で終わりっぽいので、ちょっと悲しくなってくるな。見えてきたな、終わりが。間違いなく今年中には終わるしな。さあ、その花アンリー、さあ、静雄がフリーになったはいいものの、バローナと組んだことによりちょっと取り返しつかないことになりそうだな、勢力図的には。さあ、帝、これやばすぎ。どういうこと？あ、ルリちゃん出てくんの？ハリウッド。いや、もし、ルリちゃんと出会ってたらどうなってる？あれ？バローナって出会ってたっけ？いや、あれだよね。ロッチたちとは出会ってたけど、ハリウッドって。あの暴走族とは出会ってたけど、出会ってないよね、バローナたちとは。さ、ナミエさん。ナミエさん一周回っていいキャラすぎるんだよな。さあ、青葉くんがセルティの自宅突き止めたのが非常に気になるな。まあ、竜神の帝。さあ、道場？お？なんだ？あら？ルリちゃんの？ん？ええー、怖っ。うん。ああ。あ、夏になったんだ。あの出来事から。かなり時間経ったね。距離が、前はゴールデンウィークだったよね。わお、タガが外れちゃった、臭いんだよな。なんかもうこうなってる時も目が決まって見えるな。あ、田中太郎さんログインしませんね。お？
ブルース・ケイの、なんだっけ名前忘れてた。お母さんのせい名乗ってんだっけ黒沼って。あら、うん、うん、ああそれがあの格闘家。お、なんだ、わお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 、チンピラだ。お、あー猫、なんだっけサメがモチーフになってんだってね。うん、あーブルースクエア的な。さあ躊躇なくバッと、強いからなこの子たち。ああ、そういうこと、そういう動きをしてるんだ。はい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 、あ、そうか、黄金属柄。あ、これ正臣がちょっと黙ってらんないな。お、誰だ。あ、ほらドラウゴット凱旋デルハ。あ、受け身。あ、エンディングにいた子じゃない。わお、勝手に強くなるのさ。うん、わお、見かけ。うん、あだばし。あ、その人ストーカすぐ好きになっちゃうから人を。うん、すごいね、めっちゃ動ける。ルリちゃんは足に入れてるけど。そんな何度も舐めなくてよくない、同じ写真を。あー食べてる。あ、飲んじゃった、やばい。ちょっと、あ、新しいのが何枚もあるのね。汗染み込ませて、それ飲み込んで、逮捕する？あ、刺されたからね。
さて何してんの？カマ持って。え、普通に撃っちゃってんだけど。すんごい危険。 RPG を街中でぶっ放すな。何？ゲーム？不合の依頼？何これ、黒バイクテーマのドラマ？すごいすごい。大切なペットを連れ帰ること。え？どういたしまして。どういう依頼？あ、やばい。やばいやばい、やってきた。後期が。やばい。後期に詰められる。いやマジで焦ってる。あ、ガチセルティだ。やばい。後期に詰められてしまった。あら、危ないとこだった。トラウマになってる。え？やばくない？それ。うん。冷静だね。さあ。あ、アニちゃん。さて誰？平和島さん、そうか、静岡。やばい。何？公共物。あ、ああ、カスカ君とルリちゃん。うん、あ、ストーカー？あら、あ、みんな。てか、ここはどういう事務所なんだろう。マチキンってことでいいのかな。さて、あー、静岡が気になってる。あ、ほんとだ。あー、紹介してんのか。うん、で、それがあ、あの、ぼっ、やられてるから間近で。あの、ぶっ飛ばしてるから、あの、ぶっ飛ばしてるから。あの、あなたが。それそうだ。そうだった。そうだった。ルリちゃんのことぶっ飛ばしてたわ、静雄、もうすでに。うん。まあ、でも。ああ、結婚すると思ってる。するの？うん。うん、そうなんだ。結婚も、もう抜けたね。すごいすごい。口封じ、物理。なんか元気がありすぎる。吹っ切れちゃってるんだからな。もう、
ダラーズ入ってれば情報入ってたかもしんないね。でも実害がないと動かないんじゃないの？どうなんだろう。あら、もう。え？え、それやばくない？あ、もう、やばいじゃん。そこまで来てんの？怖すぎ。やばくね？ねえ、関係者？バローナ。すごいな。がっつり映ってる。ドタチン紹介する？ドタチンかな、やっぱり。ん？猫？ああ、独尊丸。大丈夫かな、静岡で。やばいな、なんか繊細さ吹き飛んだな。やべえな、なんか怯えが消えてる。なんかねえ、やばいな。ねえ、自分を低く見積もる帝っぽくないよね。あ、直球で脅しにかかってんな。わお、一番うわ、メス、まあ脅しにかかったならやるつもりだったんだ。不気味だな。ジャスト。さあ、お、誰だ。あー、静岡かな。あ、猫が乗ってる。独尊丸がいる。よかったよかった。
さあ、うーん、帝の様子が気になる。なんやかんやずっとシリアスなんだね。だいちょっと遅かったな。もっと早く出会えればちょっと変わってたぞ多分。うん。ガキ。誰だ。あ。シンラと？ん？誰？ん？全部？あれっぽいけど。一人が喋ってる。クロム、やべえ多いな。ちょっと誰が誰だかっていうところだな。ガキは多分あれかな。え、青葉くんっぽいけどどうなんだろう。ああ撮ってる。あ、やばくね、バレた。え、やばい、聖域じゃなくなりつつあるな、セルティン周りが。はあ、あーでもだいぶちょっと、マサオミ動くのが遅かったなぁ。もうちょい早ければミカドは多分、ブレーキをつけたままで入れたと思うよ。もう裏から支配しにかかってるなぁ。さあ。悪意も見えてきたしなぁ。青葉くんの。でも、シンラがあそこまで敵意出すのって珍しいね。まあでも確実にだって二人の聖域をお菓子にかかってるもんね。それは怒るよね。まあでも、イザヤの相手をしてる分、慣れてるっていうところもあるんだろうな。もうシンラとセルティの部分だけは聖域であってほしいとは思うよな。まあ、まあ、純粋になんか勢力図的に言えば、セルティはめちゃくちゃ、お、花に嵐。お！ヨドギリと。さて、マサオミと、シズオ、ドクソマル、ヨドギリ。
あのおじいさん結局淀切り陣内でいいの？はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、さあさあさあ誰だ、全くもってわからん最後のチャットは。でもほとんど宮野さん、なんかガキはなんか青葉くんっぽいなっていうか下野さんっぽいなって感じがしたんだけど、だいたいあれだもんね。うん、だいたい宮野さんがやってたよね。うわー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 、どうなっちゃうんだろう。うん、いや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 、だからいっぱい来たけど、まあでもチャットにでも帝は現れないっていうところ。え、これ自作自演全部一人の、どういうことなんだろうな。うん、まあまあまあ、チャットはまあともかくそれぞれの、でもシャロガキ、どうなんだろうな。あー、まあまあまあ、チャットはとりあえず置いておくか。シンラはいそうだなっていうふうに思ったんだけど、うん、どうなんでしょうね。なんかよく聞いてみれば全部宮野さんだったからわかんないってところもあるんですけど、あー、でもなんかちょっとずつちょっとずつ動いてるね。うん、ただイザヤの手の中ではない感はあるな。イザヤが未だに映ってないからね。イザヤが手動で動いてるっていうよりかは自然とやっぱりその流れ、多分青葉くんが状況を動かしてる状況ではあるんだろうな、帝を焚きつけて。うん、そういう状況である中で、まあ自由になってしまうのか、戦火にまみえてしまうのかっていうところで、まあイザヤが動くか動かないかっていうところだよな。まあ青葉くんが自由にやるのも望ましくはないんだよね。だからこそイザヤ来てくれとも思うんだけど、とはいえな、イザヤはイザヤでっていうところもあるから、どうなっちゃうんだろうね。うん、まあでもイザヤとやっぱり青葉くんのこのバチバチな感じっていうのはやっぱりどっかで拾われてくると思うし、まあここでもねちょっと触れられて、もうすげえなんだこいつ、あいつと一緒にすんなみたいな、そういう顔をしていたわけなので、まあとりあえずこの先も回収されるんじゃないかってワクワクはしているところではあるんですけど、あーでもちょっと怪しい雰囲気が出てきたね。完全に帝は狂ってるというか、ブレーキがなくなって、なんかやっぱり今までは恐怖とかそういう、やっぱりなんか手出していいのかな、どうなのかなっていう、そういう恐怖があったからブレーキになってたけど、完全にブレーキが壊れたから、すんごい清々しい笑顔してた。やばいよ、帝。清々しすぎる。もう清々しすぎて、だってアンリちゃん怪しいと思ってるもん。うん。おかしいぞ、帝。隠せていないぞ。まあ、隠すつもりもないんだろうけど、うん。あの、清々しくて怪しまれるっていうのはなかなかない主人公じゃないですか。うん。今までと違って、清々しい笑顔をしていました。ちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんだけど、いやでもいいね、青葉くんに対して結構敵意むき出しなシンラとかめちゃめちゃ良かったなっていうふうに思うし、まあ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 、イザヤみたいな人がまた出てきてこっちに来るならちょっと容赦しないよって感じではあるんだろうね。ああ、メス持ってっていうところで、まあシンラもね、手出していい相手ではないからね、一般市民じゃないからね、ぶっちゃけ裏と繋がってる存在だから、まあシンラも気軽に手出していい存在ではないけど、気軽に乗り込んできちゃったね。調べてはないと思うんだよね。やっぱりセルティがどこに住んでるのかってなって、シンラが出てきてびっくりしてるまでありそうだもん、ぶっちゃけ。うん、これでも誰だって思ってんのかな。闇医者って知ってればちょっと怪しい雰囲気っていうか、手出していいとこなのかなっていう警戒はすると思うんだけど、あんなに無策で飛んできたけど、どうなんでしょうね、そこら辺がイザヤとの違いだったりするのかな。うん、でもなんかやっぱり一瞬でイザヤと同じタイプだって見抜いて、ああいう風に煽っていくのもなんか信頼らしくていいなっていうところもあるし、まあルリちゃんのストーカーも気になるね。ああ、なんか話を聞いてるところバローナがずっと見てるのがすごい気になって仕方がなかったんだけど、うん。いやーでもルリちゃんのストーカー、あそこまででもかなり近づいていて、で、毒草丸を渡しに来た時ももうそこを見抜いてるってわけだから、かなりやばいね。なんか、埋め込まれてる？大丈夫？うん。情報が流れてるまでない？仕事のとこまでっていうと。うん。それこそ、ヨドギリの時になんかいろいろ雇われたりとかなんとかしてたんだっけ？だから、ハリウッドの時に造形を学んでいた時に、なんかあったりしたのかな？どうなんでしょうね。誰かしらから情報を得てることは間違いなさそうだよね、この感じだと。なんか、独力でたどり着けるような場所ではない気がするんだけど。うん。それこそ、なんなら、青葉くんが、やっぱり、独自の情報も使って流して、ダラーズの中で悪役を作って帝を気持ちよくさせてる。だから、今回もダラーズから悪役が決めたって消えたみたいな。なんかそれを気持ちよくさせるために動いてたりするのかな？どうなんでしょうね。うわぁ、ちょっといろいろと読めなくなってきたというか、いやーでも何にしろ正臣来てくれたのは嬉しいけど、ちょっと遅かったんじゃないかなと、帝はちょっと戻れないとこまで来そうですよって感じになってるので、まあ兄貴も復活したっていうところもあるし、ブルースクエアが呪しを上げてしまうのか、まあ結局青葉くんが最終的にどこに着地したいのかっていうところが重要になってくるので、いやーちょっと次回も楽しみにしていきたいなっていうふうに思います。はい、というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わりましょう。以上、デュラララ10第17話でした。バイバイ。